16世紀爆死の時代、爆死の時から約 1.8 のところで生産していて爆死される。三年と四年とといわれる施設とかの視線と目に見えない教えるに定期するかやかれ、まずこに役を振り見て寒いといえば来る千円ものとも読み近く飛ばされて、どれに楽しくなった。しばらくと、地震の揺れ、その死んでしまう死の恐怖が襲われた。ここで死ぬのか、死ねないと自分は見せきっていたんです。しばらくて最後襲って起き上がってみると、左の手は腕から手の先まで、防御されたように肩が下がり、背中に立ってみると、痛いでも何もなく、何も取り方で、手に転ぶと出てきました。そこに乗っていた自転車は、車体もリムも使うものならないマークに待ってしまったんです。あの時、自転車の整理であったら、乗ってきてたかと思います。結果、一滴落ちるんだよ。痛み全く変わらない。ちょっと変わらないみたい。ほんで、とうとうと歩いてくる。それから3年7月、病院生活。当初1年9月は、うつ病のままで死の地獄を触ってきました。そこの写真。これは約1ヶ月後の写真です。これはアメリカのカメラマンの写真。で、こちら。こちらが約半年後。これはアメリカの調査に落ちたものです。これで3年7月の病院生活。そして1年9月は、うつ病のもので死の地獄を重ねました。だって私は消えてほしくなかった。また胸のところで腐ってしまって、骨が腐ってしまって、その写真がここにあります。これは現在になったんですよ、胸写真。この肋骨の骨が腐ってしまって、めじ込んでしまってね。こちらもそうなの。で、実はこれは現在の写真。この人、背中何回も手術を繰り返した。こう14回入院して、24箇所に手術をしてきました。切り取った後は必ず皮膚が免疫にならない。今日見た日は、こうやってやり方すると全く同じになってしまう。何箇所も手術しています。こうやって、今年は被爆戦71年目になります。この中で、世界中が核兵器なくなる。運動を続けてきました。キャツレの頃って被爆して行って熱し浴びて焼けをして生き残った被爆者はもう私だけになりました。私も最後の被爆者に なるように再びこの地球で核兵器使わないように運動を続けています。3年7月の病院中になっておめでとうに退院してきました。しかし、退院したところ、私が働かなければ、家族から生活できない。おじいちゃんとおばあちゃんいます。また私も、前進んでた郵便局に復帰したわけです。この体で仕事をしながら、また病院帰りしながら、入院退院を繰り返しながら、ずっと運動していました。そんな中で、1954年ですか、1954年にアメリカがビキニで核実験を行いました。水爆実験を行いました。その時、世界中が核兵器なくつという運動を続け、で、1956年、そこで初めて
この長崎で日本の広島長崎被爆者、総被爆者の会を結成し、それと共に再びこのことを繰り返されるため、世界に向かって核兵器廃絶運動を続けていきます。だから、当たり前にこの人を被爆して、傷を負って、初めて運動してきた人間、それも私だけになりました。去年まで、たくさん亡くなりました。火災もあれだけすぐ残りました。だから私は、もう一度生きているうちに、地球から回帰がなくなる。その見届けなければいけない。そのためには、一方では体を結びしながら、仕事をしながら、一方で回帰が必要な運動を続けてきました。これまで12カ国を回ってきました。アメリカには何回も行きました。アメリカ国連でもう何回も行きました。で、西のドイツから回ってきました。じゃあ一番最後、先月13日からマレーシアのクアラルンプに行って、で核兵器なくす運動、再び火を防ぐため、核と人類共存できないということを訴え続けていました。その中で、この人世界から長崎集まってこられます。その中でも実は、2、3日前ですか、モニュメントに送られてきた、あの国もの人たちも、オーストラリアですか、オーストラリアの人たちが2、3日前、平和公園にモニュメントを作りましたが、それに代表が来られて、人たちもお会いしました。たちは、本当に生きているうちに、地球が過激なくなる。その兆しを見せるために頑張っていかなきゃいけないと。そのために、こうやって苦しい中で、弁解を続けながら、運動を続けていますが、もう私も、年は87歳。もうあと、いつまで生きるかわからない。生き残った被爆者として、後日を一緒に行うように最初に泣かないと、ということを見つけています。どうか、私の体を見てしまった人たち、目をそらさないで見てください。人間が人間と生きていく世の中を作るために、核と人類は共存できないやつ、ということを訴えつけてきました。今後生きている限り、お手伝いがならないと思っています。